一生入れててもいい？はい、大丈夫です。始まってからガタガタ。回りました。歌って踊れるプリティちえちゃんと遊ぼうの時間だよ。今日は、先週先々週と90代のゲスト、もう素晴らしかったですよね。90代の方でしたが、はい、今日のゲストは一桁の年代でございます。何歳だったかな。あ、二桁なんだけど、高坊さんたちを見てる。じゃあまず自己紹介からしてもらいましょうかね。いいですか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。沖縄カトリック中学高等学校1年の吉崎里奈です。はい、里奈ちゃんです。もう本当に沖縄で育ってるというのに色白の可愛い子です。イエーイ。じゃあこちらが里奈の母ちゃんのひろこです。母ちゃん、たくましい母ちゃんです。ひろこちゃんと里奈ちゃんが今日は来ています。でまたあと2人来てるんですよね。お父さんとおばあちゃんも来てるんですけど、今はちかさんの2人は姿が見えてないんですけど、ぜひまた来てください。手振ってます。そしてまたあと1人、もしかして男の子が、若い中学生の男の子が来るかもしれません。来てくれたらもうまた賑やかで楽しくなると思います。じゃあ、今日はですね、あ、夕日が見えなくなっちゃった。今さっきまでオレンジ色のね、もう綺麗な太陽だったんですよ。本当にこの FM 宜野湾って素敵なところにあって、海が見えるし夕日は見えるし素敵だよね。どうだった、さっき夕日見た。ジェナちゃんどうでしたか、夕日。すごかった。すごかった。じゃあ里奈ちゃん、この FM 宜野湾の紹介してもらえますか。はい、はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM 宜野湾ではツイキャスト、YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。 YouTube のチャンネル登録もお願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。はい、とてもフレッシュな素敵な、ね、よくできました声で話していただきました。どうでしたか、お母さん聞いてて。よくできました。ねえ、素敵でしたよね。なんかもう落ち着きがあって、さすが10代なんか落ち着きがあってね、私より落ち着きがあるかもしれません。素晴らしい。じゃあもっとキャピキャピ感が欲しいな。いや素敵だと思う。なんかもうね、素敵だよね。なんかキャン君もニコニコしております。はい、じゃあこれからいろんなお話をしていきたいんですけど、里奈ちゃんはこの何、おととい、昨日、里奈ちゃんが私のお家にやってきたんですね。なんで来たんでしたか。うん、なんか夏休みの課題で、身近な人の職業をインタビューして、インタビューっていうことで来てくれたのよね。私はどうしたのかなと思って、そしたら仕事のインタビューっていうので、もう
なんかとっても楽しくインタビューしたんですけど、りなちゃんもインタビューってやったことあるの？今まで。インタビュー、うん、初めて。初めて？いや、とても落ち着いてて、できちんと準備もされててね、なんかもうプロですよみたいな感じだったよ本当、うん、そして宿題はまとまりそうですか？はい、大丈夫？大丈夫です。なんか今聞いてるリスナー、まあ子供は聞いてないから今中学生、高校生、小学生とかも宿題に追われてるんじゃないかな。どうだったかな。ひろこちゃん、お母さんの方は宿題とかどんなでした？もうピシッて早めにやる方でした？もう小中高はうちの人生のピークなんでピークって何ですか？もう宿題はちゃっちゃと終わらせて自由な時間を楽しんでました。あ、じゃあ要領良かったですね。なんか計画的に、じゃあ終わらせて、あと遊ぶ。素晴らしい。自由な時間を確保するの。りなちゃんはお母さんと同じ？だいたいもう終わりそう？全部。ああ、はい。あとどんくらい？あと3人インタビューしなきゃいけないんだよね。ああ、インタビューはまだ、でもすぐ終わる。そうなんだ。こちらにもいますよ、お仕事。そうなんだ。じゃあこれ終わったらもう宿題終わり？選択課題っていうのがあって、やんなくていいと思ってたんですけど、一つ以上はやんないといけないって最近知って、最近知った。じゃあこれからやらないといけない。難しそう？いや、多分大丈夫。大丈夫。なんかすごいな、この余裕が感じられるね。じゃあ高坊さんってあの聞いてる人がね、日本の教育は宿題が多すぎますよっていうことなんですけど、りなちゃんとか私たちね、ひろこちゃんも宿題いっぱいやってるじゃん。でも本当に私のメイとかおいがクリスチャンスクール、基地の中の学校とかね、ゆみたんの学校行ってたけど、宿題がほとんどないんだよね。そして休みも早いわけ。6月の終わりから休み6、7、8、なんか、なんでこんなに長いのみたいな。で、私がイギリスに教育実習で行った時は、いや、イギリス、そうね、その時は、学校がね、もう鍵かかっちゃうの、夏休み。だから、事務の方も、みんな先生方も消える。なんか家族との旅行とかって言って、だから、もう学校の門自体が閉まっちゃうっていう感じ。2ヶ月3ヶ月、そんな感じなんだよね。だからつまりお父さんお母さんも子供と同じで1ヶ月とか2ヶ月休みが取れるっていう。だからなんていうのかな、いろいろ考えさせられるっていうか、なんか私が教育実習で行ったイギリスもだったし、ハンガリーは、イギリスは大学院に行ってて、教育実習がハンガリーだったんだけど、ハンガリーはね、小中高校に行ったんだけど、教育実習でもうだいたい高校生でも授業が2時ぐらいに終わるから、それもなんていうのかな、2時っていうかもう1時ぐらいに終わるのかな。で、部活やる子は残るんだけど、やらない子はお家に帰って、なんかお家で食べるの、お母さんたちと、家族で。だから全然日本と違うなっていうか、そう思いましたね。で、りなちゃんは今度のじゃ夏休みのなんか思い出とか話してもらえますか？一番楽しかったとか。夏休みは今年はどこ行ったの？前もって全然打ち合わせをしてなくて聞いてるので突然に質問してるということでございます。はい、夏休み友達と遊ぼうって話はしてたんですけど、まだ全然何も決まってなくて、だからまず家族で東京に旅行に行きました。あ、で東京に？東京です。東京でどこに行ったのかな？東京でいろいろいろんなとこ行ったんですけど、
いろんなとこ、なんかこっちが一番楽しかったとかびっくりしたとかっていうことはあった？なんか私は東京行くたびになんか人が多くて、なんかいつもその人の数となんか建物の多さに、うわーと思ってなんか びっくりするいつも。どんなだった？遊園地に行ったの？後楽園、後楽園遊園地に行ったんですけど、そこが一番楽しかった。楽しかった。後楽園であのあれジェットコースターとか乗ったの？ジェットコースターは一回も乗ったことなくて、ちょっともうちょっと大きくなったら。りなちゃんの今、りなちゃん何歳だっけ？今12です。12年間でまだ乗ってない？乗ったことないです。そうなんだ。怖い？怖そう。あ、怖い。身長制限に引っかかる？え、そうなの？ でも今は身長は大丈夫だけど、怖い。あ、怖いっていうのは、そっか。あの怖さがまた面白いんだけどね。ひろこちゃんはどうですか？私はジェットコースター嫌いです。あ、嫌い。あ、乗ったことある？乗ったことある。ワーキャー言うのに疲れる。あ、叫ぶ。確かに。で期待してた景色とか全然見えないし、ゆっくりの方がいいなって。そうか。じゃあ後楽園はその何が良かった？これ行ったことないんだけど、私は後楽園。なんか水のアトラクションで、船みたいな。あ、船に乗るの？いや、なんかボートみたいなのに乗って、素敵。こうゆっくり進んでいくけど、最後に落ちるみたいな。落ちる。何落ちるの？滝みたいなとこ？滝みたいになって、こうドンって落ちちゃうの？このボートから落ちることはない？落ちることはないけど。じゃあドキッとするね、最後。はい、最後の一瞬だけなんですけど。ドキーみたいな。でもじゃあいい思い出だね。このゆっくりから急にドンって落とされる。そうなんだ。私は後楽園は行ったことなくて、ディズニーランドかな。あるけど、もう待ち時間が長くてなんか、もう一回でいいからどうね。なんかみんなよく並ぶなっていうかね。そっか、後楽園。皆さんは行ったことありますかな？どうですかね。なんか高本さんがいっぱい見てくれてるよ。高本さんっていうの、リスナーの方がね、なんか電車があるとか、ジェットコースターは恐怖だよねとか、いろいろ入れてくれてますね。でもみんなその恐怖が好きで、そういうなんかスリリングだね。なんかジェットコースターとかそういうこの海のに乗るのかもしれないね。そっか、はい。なんか食べ物とかも食べた？美味しいの？食べ物はお店の名前忘れちゃったんですけど、なんだ、とんかつ屋さんみたいな。とんかつ？なんか和子。ああ、はい。和子。美味しかったの？めっちゃ美味しかったです。とんかつ？はい。お母さんのより美味しかった？お母さんのとんかつより。お母さんのとんかつは食べたことない。今度ね。お母さんもきっと上手だす。そうか、とんかつ。そう、やっぱり専門店のあれかな。ちょうどタイミングよく子供は半額。子供じゃない、子供がいたら一品半額になるとか。そう、一番上等なもんで。夏休みだったから、よかったね。じゃあね、はい。そっか、じゃあ美味しいとんかつが食べれたんだ。はい、よかったね。そっか、じゃあその夏休みの思い出は後楽園に行ったり、それから美味しいとんかつ食べた思い出。とても不思議なミュージアムに行きました。何ミュージアムですか？ミュージアム、お台場にあるうんこミュージアムに行きました。何ですかそれ、うんこミュージアムって。なんか名前からして恐ろしい。何があるんですかそこに？カラフルなうんこが。びっくり。なんかうんこが飾る、行ったことある？
名前は聞いたことあります。名前は聞いたことある、はい、そしていろんなのが飾られてるの？ああ、なんか写真撮るところとかがいっぱいあって、うん、で、なんか無料で1個もらえる。うんこが？本当に面白いね。そうか、でもうんこってさ、もう小学校低学年ぐらいの子たちは大喜びで。なんかわかんないけど、好きだよね、子供ってうんこがね。なんか私がのさっき言った教育実習でハンガリー行った時ね、あのやっぱり沖縄から来てるから、あの日本語ちょっと教えようと思って、うん、アイウエオって教えてたのね、うん、で、カキクキコって言ったら、カキって言ったらなんか笑い出して、うん、なんかこのなんでかなと思ったら、なんかその音の響きが向こうのうんこっていう、はいはい、だからもう低学年の子たちだったからもう喜んじゃって、だからなんかうんこのなんか絵本とかもあるよね。あそっか、じゃあこれも楽しかったんだ。楽しかったです。なんかあのひろこちゃん楽しかった？まあまあ感動した。よくここまで作ったね、うんこで、キラキラしたうんこもあるし、便器に座ってプーって音が鳴ったら、うん、うんこのマシュマロみたいなのが出てくる。ちょっとそれは楽しそう。うんこのマシュマロ。まさか食べれないでしょ。食べれない。それをなんか割り箸みたいなのに刺してお土産でもらえるんです。じゃあもう子供がいっぱいって感じ？はい。あーそうなんだ。友達にお土産あげました。うんこだけだ。友達は喜んでた？喜んでました。でもうんこってなんか私はあのなんか環境問題の勉強会かなんかで行った時に、うん、その有名なこの環境の先生がうんこはとっても大切なんですよって言ってさ、はい、なんかうんこでその人が健康かどうか分かるって。あ、うん、だから、うん、うんこがなんか健康のバロメーターですよって、なんかそれがそのうんこで健康かどうかがチェックできるっていうことをなんかもう真面目な顔して本当に言ってたから、ええー、みたいな。だからそれからはちょっともう観察するようにしてるわ、うん、なんかちゃんと見た方がいいって、うん、色とか長さとか、はあ、長いのいいんだって。長いうんちをしたことある？いや自分じゃないんですけど、うん、友達がクモンに行ってて、うん、クモンのトイレに入った時に、うんうん、前の人のうんこが流されてなくて、バナナみたいな長いのが3本くらいあって、でもすごい健康っていうことだよ、うん、なんかバナナみたいにそういうのがいいって、うん、長いやつ健康って。キャン君はどうですか、健康？僕は大丈夫です。まあ健康そうな顔してるからね。黒いのはダメよ。黒いのダメなんです。ひろこちゃんどうですか？じゃあ介護の仕事をしてて、うん、大丈夫ですか？介護の仕事？そうなんです。元気元気って高齢者の方が言っても、うん、トイレ掃除した時に見る残尿とか見て健康をチェックしてるんで。あ、やっぱり大切。このうんこもおしっこも大切って。そう、大切ですね、うん、体の本当言葉できない体の症状が、うん、出るもんなんで、うん、排便は大切です。ひろこちゃんから大切な言葉が。だからじゃあおしっことかうんちとかそれはもう本当に大切っていうことですね。病気じゃないかなとか。大丈夫だよって言ってもそれ見りゃ分かるから。うん、じゃあこの、ま、今日のまず一部はうんこの話で、皆さんうんこ大切にしましょう。そうそう、うんこ大切にしましょうって言うと、ちゃんと自分のうんこをチェックして、でちょっとおかしいなと思ったら、うん、病院で相談した方がいいと思います。うん、相談するっていうことをした方がいいっていうことですね、うん、じゃあここで音楽をやりたいと思いますが、じゃあティンサブの花を歌いましょうかね。歌える？ティンサブの花歌えますか？ティンサブの花ね。はい、じゃあ皆さんも一緒にティンサブの花を歌ってくださいね。はい、空が綺麗だ。イントロないの？おう。1、2、3。はい。ティンサグヌ花。
しみさちにすみてうやぬゆしぐるやちむにすみり2番ね。ティンタブリブシやゆみばゆまれしがうやぬゆしぐるやゆみやならんゆるはらすではこれからコマーシャルです。あー、いいなんかじゃあ次やる上手ですね。上手です、本当に上手だったら知らせます。じゃあ次は2部に入る、うん、置いてってて、うん、中で聞いて、なんかやっぱりずっとでもいいのかわからず、なんかとってもいい感じですよね。あとは何を食べましょうかね。ちょっと肺気になります。キャンさんもこれまでと言ったら多分行かなくなると思う。じゃあ、なんか空が綺麗。これいいです。今薄明光線が出てますね。あの雲の影に当たって光線が出てるので薄明光線っていうんです。キャンプあれでも面白いだよね。あの僕一番好きなのは宇宙なんですけど、気象も宇宙好き、はい、宇宙に気象も宇宙に関わることが多いです。なんか私同時通訳の今回の今月の勉強が宇宙だった、はい、私は資料見せるね今日持ってない。僕はだからあの本当の専門分野は数学と理科なんですけど、大学はなぜかあの名誉大学に行ったっていう。面白い。陸上がしたいがためだったんです。陸上するために。はい、あもう過去の話です。10年以上前なんですけど。はい、では間もなく CM 開けます。始まりますよ、始まりますよ。お母さん何でした、さっき何をなるんですか。10秒前、です、今日はりなちゃんを迎えてりなちゃんとお母さんのひろこちゃんがキラキラしてます。とても楽しい、最初楽しかったんですけど、一部ねうんこのミュージアムの話でちょっと盛り上がって、うんこの話で盛り上がりました。じゃあお父さんと おばあちゃん来ないですか。来ない。あ、来ないってそうかそうか。じゃありなちゃん、じゃあ2分も入っていきましょうね、はい、じゃああの今ちょっと中学校のことも聞いていいかな、はい、中学校ってどんな学校は楽しいですか。あのりなちゃんが行ってる学校。はい、楽しいです。なんかあの給食は美味しい。あ、給食はめっちゃ美味しいです。給食はどうなってるの。昨日はなんか自分たちの学校で作ってる。いや、多分ん学校ではない。うん、じゃあセンターで作って。あ、はい、美味しい。美味しいです。なんか私のちっちゃい頃は、小学校の頃はあのミルクとなんかパンチかなんかない時期で、今は給食、牛乳がないんですよ。牛乳ないの。牛乳やめたってなってて。え、何が出るの。飲み物。何も出なくて、自分たちで水筒持ってきて。あ、水筒持ってきて。飲むかペットボトル買って。牛乳は足りないから、なんか給食費がなんかあれみたいな。あ、足りないから多分なんか
そうなんだ、あんま分かんないんですけど、でもあの食事自体はご飯とかパンとかおかずとか、はい、デザートも出るの？デザートはたまに出ます。うん、ゼリーとかの中に。あー、ゼリー出たかな。うん、果物とか、うん、あ、なんか豆とか。うん、夕食の時間じゃ待ち遠しいんじゃね。そっか、じゃあ給食もあるし、あとあの授業の中では何が好きなの？科目っていう。なんか絵が得意って言ったけど、美術とか。美術は、あ、そうでもない。授業はそうでもない。あ、授業はそうでもない。まあまあ、そうか。じゃあ絵は自分でなんかこう見て描いたりしてるの？漫画とかそのなんかイラストとか。はい。そうなんだ。じゃありなちゃんのなんか夢とかある？その夢、うん、なんか絵が得意だから、そのあイラストレーターとか、うん、なんかこのイラストとかその絵を描くのが好き。好きです。うん、素敵だね。そのじゃあお家ではよくその描いてるの？絵を。あ、はい。机に座って勉強してるのかと思ったら絵描いてた。絵描いてそうだな。ひろこちゃんどうですか？この絵を描いてるの。あ、自分は芸術感覚、芸術の才能は全然ゼロです。じゃあ何が好きですか？趣味っていうか、趣味とか特技。趣味特技。なんか二人でなんか手話みたいにしてる。琉球舞踊。え、やってました。琉球舞踊。いや、今はやってないの？今は教室が本土にある教室だったんで。あー、なんか昨日そういえばあの私はあの空手の大会にお父さんが一緒に外から写真撮ってる。なんかお父さん、もうお父さんも素敵な人で何でもできる方だからね。うん、あの私隣近所なんですけど、りなちゃんの近所なんですけど、いつも助けてもらって、もう何でもお父さん器用なんですよね。ねえ、なんかあのテレビを解体したりとかいろんなことができる方なので、とってもお世話になっています。だからその琉舞って思い出したのは、昨日空手の大会があって、あの欧州会っていう空手の、あのなんていうんだろう、流派の国際空手の国際交流演舞会だったんですけど、もうヨーロッパね、もうヨーロッパ各地からそのオーストラリアもだったかな、そこからもう100名以上の方が来て、あの豊見城の空手会館だったんだけど、すごいもうあの、まあ、空手自体感動したんだけど、その幕開けが琉舞 で途中でも琉舞やってたんだけど、このベテランの先生方も素晴らしかったし、子供がまたあの鳩間節とか踊ってて、また子供も可愛くて素敵で、なんかあ、もうやっぱりリューブって素敵ですよね。うん、だからあのリューブは本当になんていうか、なくならないでほしいなっていうか、今いろんな踊りが出てきて、ほらあのリナちゃんなんかだったらヒップホップとか好きじゃないかな。マリス。あ、そう、ヒップホップとかフラダンスとか、まあ、それも私も大好きですけど、リューブっていう沖縄の踊り、やっぱり大切だなと思って。王様に何を献上する時のやつとか、寝る前のやつとか、設定が決まってて踊るんですよ。気持ちが入り込みやすいんですよ。そうなんか、一回先生に教わると、うん、普通に踊っても高齢の方は習ってたねって分かってくれるからびっくりです。この知っての、ちょっと動きでもちゃんと習った人とそうだと分かるって力があるみたいなんですよね。なんかもうその本当にこう空手の大会に花を添えたので、終わった後もうあのあれもあったんですよ、内岳とか、この綺麗な花がさ、もそれで終わった後この鳩間節とかその内岳で踊った人の周りに空手のこの頑丈な人たちが集まってきて、一緒に写真撮ってくださいみたいな感じで、もう人気でした。で、
空手も本当に素晴らしくて、もう息を飲むような、うん、本当に演技で演武で、そしてあのこの知念先生という方が47年間フランスに拠点としてヨーロッパあっちこっちで教えて、で沖縄にも帰ってきて教えて、だから沖縄にもでアジアにもヨーロッパにも弟子がいて、その人たちがまあ集まってきたんですけど、もうやっぱりこう何かをね極めた人っていうのは、このその知念先生が立ってるだけでなんかもうなんかオーラというか、なんかもう顔にも何かがこう輝いてるというか、ここがさせる、そうそうそう、なんかもう、あ、だから世界中の人がこう慕われているんだなと思うのと、あのもちろん今もういっぱいスポーツあるし、空手もだけじゃなくてバスケットとか野球もいろいろあるけど、はい、空手も本当に沖縄の沖縄から発祥してるんですよ。だからもう 大切にしたいなってつくづく思いました。じゃあ今度ゲストに喜友名さんを呼びましょう。喜友名さんみたいな世界につながったね、喜友名さんも素敵ですよね。だからあのそういうオリンピック このスポーツとして の空手も素晴らしいし、その昔からの沖縄の伝統空手、伝統空手の型とかね、組手とか、そういうのもなんか本当になんていうの、オリンピックにはないまたすごい凄さがありますよね。動きの美しさ、そう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 、動きの美しさとか、この生命を感じますよね。うん、生命力を感じる、うん、本当に。だから多分私もそのちょっとだけ空手とか小武道ちょっとやってたんですけど、でも本当に極めるとかじゃないので、そのやっぱり極めてる人ですよ、奥が深いっていうけど、本当にすごいな、もっと沖縄は大切にしないといけないなと思いましたね。れなちゃんはなんかやったことない授業とかで、授業で教えてないのかな、空手とか。いや空手は全くやってない。私が高校の時は空手とか柔道とか剣道、あもうそういうのなんか剣道、うん、ちょっとだけ体育で今やってやった剣道はどうだった、剣道難しい、難しかった。自分の友達2人が剣道部今やってて、うん、すごいなってすごい続けてるんだ、うん、もうこのなんかどうっていうのが継ぐのがまたすごいよね、その道のね。ママ初段、うん、剣道初段。えママ、ひろこちゃん。ちっちゃい時続けてたの。続けた、すごい。あれ本当に集中力がないとダメでしょ。なんか兄ちゃんも挑戦したんだけど肩が覚えられなくて、大きくなっちゃいました。でも初段、どうしても段が欲しくて、大学に入ってもサークルでやりました。剣道会のみんな元気かい。呼びかけてどんどん。ああ、そのひろこちゃん今こっちにお母さんとして、りなちゃんのお母さんとしてまた頑張ってます。そうか、そういうことで、あの体といい、ルームと大切にしたいですね。そうですね。で、あのもう一つあのお知らせをしたいんですけど。私があの国連に行ってきたって話したんですけど、国連の報告会が来週の日曜日、来週すぐ来る日曜日か27日にあの沖縄国際大学3号館の2階だから3-202号室です。3-202号室であの1時会場で2時スタート、2時オープニングで報告をしていきます。それであのパネリストとして5人国連に行ったんですけど、スイスの方ね、親川しなこさん、沖縄大学の非常勤講師で琉球独立学会の会員であるしなこさん、そして町田直美さん、宜野湾チュラミス会からですね、で照山さうみさん、あのチュラミス会の事務局長です。そして私宮城千恵と宮城まさるもチュラミス会、マサルさんも共同代表ですかね、町田直美さんも共同代表ですね、
そして司会は沖縄国際大学の友地正樹さん。なんかこう侍みたいな感じなんです、琉球侍みたいな強そうな正樹さんが司会をやってやります。報告もするし質問などもできますので、どなたでも参加できますので、日曜日は28日から沖縄の行事がありますけど、何でしょう、みなちゃん。8月28日、沖縄の大切な行事が始まります。あ、はい。じゃーん。どうぞ。何でしょう。そうです。そうです。運慶ですね。ご先祖様を迎える日ですよね。28日、お母さんも迎えます？迎えます。迎える、お仏さんあります？あ、遠征します。あ、そう、キャン君のとこもある？お家に、うん、お家にお仏さんあるところとかみんなでやっぱり力を合わせてやるからみんな忙しくなりますよね。28日の前日なんですけど、もうそこが空いていたので、そこでやりますので、ぜひ、お気軽に来てください。お待ちしてます。今聞いてくれてる高場さんや日野ピオさん、ブルガリさんもしよかったら来てくださいね。28日からはエイサーとかも始まるよね。私もなんかエイサー婦人会でおにぎり作り、おにぎり作りに来てほしいっていうのと、あとなんか交通安全のエイサーが踊る時のこの交通安全係も手伝ってほしいって言われてるので、今回はお家のだけじゃなくて王者なの忙しくなりそうです。でも楽しそう、エイサーめっちゃ楽しいよね。エイサー好き？リナちゃん好きです。王者なのエイサーの年齢ね、若い、なんかもちろん20代とかもいるけど、なんか小学生中学生みたいな人もいる、エイサーの踊る人たちの。いや、もう低学年の時まではエイサー練習に、そうなんだ。夏休みは公民館で練習して、チューチューもらってた。あ、それが楽しみですね。そうかそうか。そうなのね。じゃあということで、お盆がもう始まっていきますね。で、そしてね、あと明日。今日は21、明日22なんですけど、何の日か分かりますか？でこれも、このラジオの中で話したけど、沖縄にとって忘れてはいけない沖縄戦の出来事があるんですけど、8月22日なんですけど、1944年物知りのキャン君は歴史は、あ、そうか、さっき宇宙のことは得意って言ってたけど、そうかそうか、宇宙とか理科系、数学系ね、歴史なんですけど、じゃあヒントは、この事件によってたくさんの子どもたちが亡くなりました。対馬丸。そうですね、対馬丸の1944年8月22日に三艘船が出て行ったんですよね。カズーラ丸と行空丸と対馬丸、3つの船が出て行ったんですけど、その対馬丸にその魚雷、米軍が撃った弾が当たって、そして撃沈、沈んだっていうことなんですね。本当に悲しい事件で、もう小学生とかもう亡くなったんですよね、たくさん。だからその対馬丸記念会館は行ったことある？りなちゃん、那覇の波の家かな、もうこうないかな、ないかな、ない。今皆さん聞いてる方はどうでしょうかね、行ったことありますか？波の家の方に中が船の上に作られてるんですよ。で本当に対馬丸をなんて模型みたいな感じで、その下にこう船底を降りていく、でここにみんながいたっていうところを再現してて、そして亡くなった子供たちの写真がいっぱい貼られてて、
もうちらっと見たけどもかわいすぎて、なんか写真はちょっと直視まだできてなくて、明日はまた、この前もいろんな説明は見てきたんですけど、あの写真はちょっと本当に見れなくて、明日はの11時頃からの慰霊祭が行われるんですね。あの対馬丸記念会館の外に塔が建てて、小桜の塔ってそこであるので、そこに慰霊祭に参加しようと思ってね。だからあのぜひ沖縄の人で行ってない人たちもね、意外といるかもしれないし、あの修学旅行生とかね、あと観光客が意外とこうかなり訪れてるんですけど、なんか私中の展示であの素晴らしいなと思ったのは、このいろんな説明があって、これがね英語で訳されてるんだけど、誰がやったと思いますか？英語、これは中学生が、なんか上野山中学校近くにあるんだけど、上野山の中学校の生徒たちが力を合わせて自分たちで訳したって。だからすごいなんていうの、難しい言葉で、なんか分かりやすい英語で、とっても丁寧に作られて、全部訳があって、だから外国から来た人が見ても理解できるようにっていうことで、だから本当にすごいなと思いました。歴史に残る活動です、ね、そう。だからその中学生がこうやってやってくれたことが、また亡くなったこの、ね、小学生たちにとってもね、やってくれたのは本当に嬉しいと思います。ぜひあの記念会、対馬丸記念館にまだ足を運んでない方はぜひ運んでください。波の家の方にあって、福津館ってわかりますか？福津館は行ったことあるかな？ない？福津館は本当に港のそばにあるんですけど、福津館は瀬長亀次郎さん、亀次郎さんも本当にもうなんか多分今だったらもうノーベル平和賞を取っていただろうって言われる本当に素晴らしい方なんですけど、その方のこの博物館になってて、娘さんを中心にね、やっぱりこの亀次郎さんのやってきたことを残さないとっていうことで作られた博物館がありますので、それとこの福津館と対馬丸記念会館も近いので、よかったらまたそこも行ってみてください、はい、ということで時間がどんどん過ぎていますので、また、はい、このおしゃべりに戻りましょう、はい、じゃありなちゃん何か今日なんか質問したいことでもいいし、自分のなんかこれはわじわじするなでもいいし、わじわじってわかるかな、わじわじってわかる、なんか普段嫌だなって思うことでもいいし、なんかこの場を借りてね、言いたいことがあったらどうぞ。そしてそのちょっとりなちゃん考えてね、でもひろこちゃん何だったっけ、さっき玉置浩二、人に優しくだった、人に優しくって、ちょっと急にこのこういう突然にいろいろとキャン君に振っていくという、玉置浩二さんも素敵ですよね、なんかそのひろこちゃんが聞いた歌は何でしたっけ、カサフさん訳されてて、訳なんかカザフスタンの歌集、歌集が歌ってディマシュ・クダイベルゲンって人がいて、おばあちゃんが好きな、おばあちゃんが好きなの、そうか、おばあちゃんでもこっちに今来なかったね、おばあちゃんが聞きたいって言ってるけど、だからちょっとでもね、おいでって言ってるんですけど、父さんとおばあちゃん、元気なおばあちゃんが入ってこないんですけどおばあちゃんって呼んでみてということで、今その曲をキャン君が探してますけど、
その曲が見つかったらその曲を流したいと思いますけど、もし見つからなかったらひろこちゃんのとっても好きな童謡でもいいし、なんかアカペラで歌えるような歌ってありますか、なんかこの歌は好きだなと。原曲の方はありました。原曲、はい、ただその方が歌ってる歌はちょっと宮田だけど、じゃあ原曲でいきますか。じゃあはい、リクエストは誰々のリクエスト、おばあちゃんの方が言ってください。やすこのリクエスト。やすこ、何やすこでございましょうか。やすこちゃんのリクエスト曲、はい、じゃタイトルと歌詞の名前をお願いします。タイトルはいかないで。あ、行かないで。なんだっけ、玉置浩二、行かないでお願いします。素敵すぎる。ネットで探したらこの歌を日本語で歌われたっていう記事が今出てきたので、いいですね。お母さんも上手でございましたよ。あっという間でしょ、しゃべってるの。そうそう、1時間しゃべって、チェさんのネタが豊富だから。いやいや、お二人が楽しい、楽しい、なんか腹が立つこともある。喜べるので。せっかくだから来ました。せっかくだからお父ちゃんもよしよ、これこっちに。してましたよ。行かないと行きたい。じゃあ今から最後の部分でって、部分で。あと8分ぐらいかな。あとどこであるので、なんか話したいこととかありますか。自己紹介して。あまり沖縄のことが詳しくないんで、どこのことが詳しい。中途半端なんです。ふるさとからですね。沖縄に流れ着きました。なんかじゃあ興味のあることでもいいし、結構耳塞いでいたかもしれない。ふるさとだけどね、もう本当に半径自分のこの周りしか出歩かないし、友達もそんなにたくさんいた方がいいっていうタイプじゃないので。親友がいればいいよっていう。あ、でもそれも素敵でしょ。一人か二人親しい、一人でいるのが好きだから。あ、それも素敵だと思う。で、なんかあと、じゃあ好きなのは一人で本読んでる。いや今はリラちゃん命だから。ですね、それも。もうこの子のおかげで、ブログはなんか生き生きしてる。生き甲斐も、奪わせる。そうそう。でもあれですよね、なんか私は結婚してないんですけど、でも本当に子供たちの成長って、なんかすごいじゃないですか。そうそう。ね、2回子育てしてるって感じ。ああ。だけど、子供と孫とはまた違う。私の場合はすごい厳しく言ったけど、やっぱ孫は違います。違うけどね、なんか甘くなっちゃうね。でもそれも必要かもしれない。でもリナちゃんよかったね。リナちゃんが生まれてきたから。そうそう、おばあちゃんは幸せって。リナちゃんが何もしないでも、何かしないでも生きてるだけで幸せを与えてるの、すごいことじゃん。一日中誰ともしゃべらない時があるじゃないですか、台風でこうね、生きてしまう。そういう時は、ああ、リナがいてよかったね。うわぁ、なんか感動してしまうわ。本当に、ごめんなさい。だから、もう、なんていうか、今日はこれ食べただろうか、何しただろうか。もう、お家近いんですけど、気になる。気になる。なんか恋してる感じです。やっぱりさ、自分がもし、リナちゃんだったらとか、
そういうふうにね、あの考えるときがあるんですよ。すごい。だから自分もこうウキウキできるし、ピザだったら喜ぶだろうなと思うと、まるで自分がね、ミラーになったかのように思うところなんで、これがね、すごい元気のあれかな。素晴らしい。もうこの話で今日はディエンドにしてしましょう。生き返してくれたから、生き返してくれたんで、でもディアンだけで、そのようにできた三段のワッフルフをチャレンジしてもらって、それも素晴らしい。そうか、すごい自立してたから。自立当たり前ね、美学はね、いいことですか。あ、そうなんですよ。すごい自立してね、親元離れるときに、大学行くときにも自分でお部屋を探してきて、私絶対うちから通わなくてダメだって言ってたんですけどね、二十歳になったらね、ちゃんと契約をしてきて、お母さんはいたしました。用意周到派です。すごい、さっきも言ってた計画的ですね。しっかりと計画性があって、私いろいろわなわな言ってて、私計画性がないからちょっと慌てるタイプ。宿題明日だみたいな。まさか沖縄に帰ってこれると思わなかったから、うん、でもひろこがね、沖縄の、ね、住んでる北海道の人と結婚したから、私も一緒でくっついてきて、なんかもう沖縄の人と思ってたけど、ね、本当北海道なんですよ。 CM があと1分ぐらい。あ、はい、わかりました。え、今何、今 CM、 今 CM だけど映ってる、あっちに一応ちょっと意識しないと。誰じゃ。おばあちゃんがやってきました。おばあちゃんの自己紹介からじゃありましょうね。あ、もう一人美しい方が入ってきました。 CM 後4分放送時間があります。4分しゃぶ、はい、4分もエンディングかけます。うん、はい、あ、ババがしゃべるの。あの、私があの、質問したら、質問したらです、振りますので、喋、うん、ってくださいね。あの、なるべく近づいてくださいね。声が入らない。マスコに。ああ。はい、席が出すぐ出るわけ。はい、20秒前。15秒前。はい、入ります。はい、やはりチュラカーギーの人がスタジオに入ってきました。お名前は。よ、はい、こんばんは。あの、お招きいただきましてありがとうございます。あの、リナちゃんとどういう関係ですか。あ、私の孫でございます。孫ですか、はい、リナちゃんはあのどんな存在ですか。私の生きがいっていうか、生きがい、私の分身の、本当本当に分身だ。本当、うん、一番得してるママです。やっぱり娘とはもう友達っていう感じになってるんだけれども、うん、ディナはやっぱりね、うん、なんか羨ましい存在でもあるし、うんうん、あの、やっぱり赤ちゃんの時から見てるからね。あ、うん、ちっちゃい時から、うん、大きくなってるので、そうそう、うん、じゃあ本当に目にも入れても痛くないぐらいの、時々ね、え、うん、いつの間にこんな大きくなってるって思いますよ。じゃあもう今こうおばあちゃんとしては生きがい、生きがいですね、はい、やっぱりあの、寝ても覚めてもじゃないけど、今日ご飯何食べたかな、明日何作ってあげようかな。リナも聞くんですよ、うん、ババ今日ご飯何って。リナちゃんも優しい子なんですよね。結構、うん、でも本当に素敵ですよね。リナちゃんが生きてることが、そうそう、もう本当に幸せを与えてるっていう。はい、そうです。だからリナちゃんの何もしないでもいいんだよ、何もしないでもいいんだよ。なんか、なんか生きてるだけで、うん、この光を与えてるということです、ね、そうそう、どんな中学生になるかな、どんな高校生になるかなってね、まるで自分がなってるみたいな感じで、すごい嬉しくなる。じゃあおばあちゃんは長生きしないといけないですよね。そうそう、ね、どうですかそれ見てて。リナのお決まり文句が、ババ死なないで。あ、おばあちゃん、リナちゃんにとっておばあちゃんどんな、大好きなの、うん、大好き、ね、
ファッションのアドバイスもするしね、髪もきっちりとババがやるしね。そうなんだ。じゃあもう仲もとってもいいんですよね。うん、帰ろうとするともうくっつき回って大変なんです。そうだ、うん、たまにうちに遊びに来るんですけど、夜中までずっとペチャクチャペチャクチャ喋ってて二人で。じゃあもうおばあちゃんというかもう親友みたいでもあるね。違うか。二人で美を追求してます。あー素晴らしい。だから美しいで、おばあちゃん本当綺麗です。とっても美人だなと思って。りなちゃんも綺麗だし、中学生と思えないなんか美しさみたいな。でひろこちゃんはどうです、りなちゃんはって変わりましたか、おばあちゃん。母は前からこうです。あ、こんな感じ。綺麗な方でした。過去形で言ってる。りなちゃん、やばい。りなちゃん生まれてさらに、さらに元気になりました。そうですね、楽しそうにりなのことを考えてくれるんで、自分も今までやってきた親不孝をチャラにしてもらえてるかな。親不孝チャラっていうのが素敵です。あ、どんどん迫って、あと40秒ぐらいですけど、なんかりなちゃんどうでした今日。楽しかったです。楽しかった。素敵で、ね、いい経験させてもらいました、うん、ありがとうございます。まあ、出たい人来てくださいね、来週でも。遊びに来たら出してあげますよ、このかっこいいキャン君っていう方もいるしね。本当だ。ひろこちゃんもなんかどうでしたか。キャンさんかっこいいです。あ、キャンさんなんか老若男女にすかそうされそうな感じのかっこいい。かっこいいんですよ、本当。映ってないですけど、沖縄の人なんですね。うん、そうです、そうです。だからね、じゃあ本当にありがとうございました今日は、りな、はい、ちゃん、はい、ありがとうございました。りなちゃん、ありがとうございました。